こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、コーディ・ガクポのリバプールへの移籍の理由と、なぜマンチェスターユナイテッドが彼の獲得を進められなかったのかについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思うんですけれども、リバプールへの移籍金が約80億円という移籍金で決定したと言われています。まあ、急転直下の報道でね、非常に多くの方が驚かれたと思うし、特にまあユナイテッドのねサポーターの方々にとっては、まあ、嘘だろうというような形だと思うし、まあ、リバプールのサポーターの方々にとっても、まあ、嘘だろうとは思うけれども、なぜっていうこともあったと思うし、全然報道がなかったからこそ驚きも多かったと思うんですよ。まあ、リバプールのサポーターの方々は特にね。でなぜ、彼がリバプールの移籍を選んだかっていう話なんですけれども、現状のリバプールを、まあ、思い浮かべてもらうと、基本的に左のサイドはルイス・ディアスしか、今いなくて、なおかつカルバーリョが、まあ、最近だと使われていたっていう状況なんですけど、まあ、ルイス・ディアスがですね、まあ、怪我が、長引きそうだというところで、軸がねカルバーリョしかいないと。でもともとマネが抜けて、ちょっとこうチーム的にも、まあ、ちょっと落ち込んだんじゃないかって言われているような、まあ、状況だったので、そこでさらに主力と呼べるルイス・ディアスが抜けてしまったっていうこの現状は、まあ、クロップとしてもどうにかしないとっていうところだったと思うし、まあ、リバプールのフロントとしても、まあ、左のサイドに、まあ、ルイス・ディアスが帰ってきたとしても、まあ、そことしっかりとねポジション争いができて、なおかつトップの位置だったりとか、まあ別のポジションでも、試合に出れるような、多少のユーティリティ性を持ったような、まあ、本当にマネみたいなね、まあ、タイプが欲しかったっていうところだと思うんですよ。まあ、だからこそ、まあ、ガクポの、まあ、移籍に関して、まあ、もともとねある程度リストには載せてたと思うんだけれども、まあ、今のリバプールの現状を見ると、まあ、ガクポを取りに行ってもおかしくないなと思うし、まあ、ガクポのね、まあ、特徴とか過去にも僕たくさん投稿してるけれども、まあ、彼の特徴とか考えると、まあ、確かに、まあ、リバプールに合いそうだなっていうのは、まあ、思うんで、まあ、クロップとしても、マンチェスターユナイテッドへの移籍がねたくさん報道されてるけれども、まあ、うちも欲しいよっていうのを多分思ってたでしょうし、まあ、ユナイテッドがこうドタバタね契約をそんなに早くまとめないのであれば、もうじゃあ我々がっていう形で多分もうすぐに、まあ、契約をまとめたと思うんですよね。もともと PSV の監督のルート・ファンニステルロイが、ガクポの移籍に関してはほぼもう認めていたじゃないですか。もう時間の問題だみたいな。なので、まあ、あとは行き先がどこになるかっていうところだったんですけど、まあ、先ほども言った通りずっとユナイテッドって言われてて、まあ、ガクポ本人も、まあ、プレミアリーグ、まあ、ユナイテッドに絞ってたのかはわからないけれども、まあ、前向きに、まあ、捉えていたし、特にプレミアリーグへの挑戦っていうのを、まあ、本人も望んでいたと。で、もともとユナイテッドは、まあ、指揮官がオランダ人のエリク・テンハグっていうこともあって、コミュニケーションも取ってたでしょうし、まあ、ある程度会話はしてたでしょうと。ただユナイテッドはまだ現状そのフロントがねまだまだこう甘いというか、その交渉のところでこういろんな手腕を発揮できるようなタレントというか、まあ、人材もまだいないので、まあ時間もね、まあ、かかっていくっていうことはある程度分かってたんだけど、まあそういった状況をね垣間見た時に、まあ、いずれね当然ガクポからするとこうやってジタバタしてて、まあ、自分の評価を、してくれてるのは嬉しいけれども、こうすぐパンって決めてくれないっていうことは、もしかしたら自分のことを迷ってるんじゃないかっていうふうに考えたんじゃないかなと。自分の能力にちょっと疑いを持ってるんじゃないかなと。多分そこでちょっと心が離れてしまったっていうこともあるんじゃないかなと。でそこに、まあ、手を差し伸べてきたのがリバプールっていうこともあったと思って、まあ、リバプールへの移籍を、まあ、結構すぐに、特にリバプールは具体的なオファーともう早い、まあ、契約の申し込みみたいなものがあったからこそ、まあ、いけたと思うんですよ。まあ、よく言われることなんですけど、ユナイテッドは一人の契約をまとめるのにいろんなとこ通してから契約しないといけないって本当によく言われてて、逆にリバプールはチームとしてこう筋が通った中にそのパイプ役みたいな人間がそこまで多くいないからこそ、まあ、うまく契約をまとめてすぐに人と契約することができる。だから時間がかからないってよく言われてるんですよ。だから今までのリバプールの契約で結構時間かかったなっていうのは多分ファンダイクぐらいなんですよね。でも基本的に他の交渉に関してはまあしっかりと、自分たちの状況と相手の状況とか、まあ、他のクラブの狙ってる状況とかいろんなことをこうちょっとね、様子を見ながら、やっぱり必要だってなったタイミングで本当にもう具体的なオファーをバンと出すと。
ただユナイテッドは、まあ、あれもこれもあれもこれもっていうような状況になってると、当然ね、自分に対してじゃあそんなに具体的なオファーもくれないし、こう書面でもくれないしってなってきたりとかすると、当然学部もやっぱり離れていくのではないかなと。だから、こういった報道が出て、まあ時間を置いてね、こうやってラジオで話してるんですけど、ちょっと冷静に考えたら、確かに学ポの気持ちを考えたら、やっぱりもうプレミアリーグに行きたいっていう気持ちを持ってて、まあ、ユナイテッドからオファーをもらってたとは思うんだけど、まあ、ある程度嬉しかったと思います、しっかりとね、嬉しかったと思うけれども、やっぱり早くオファーが欲しかったと思うんですよ。早くまとめて早くプレミアリーグにチャレンジしたい。特にやっぱり PSV の監督もそうだし、まあ、チームメイトにも多分別れを告げてたと思うんですよね、ある程度。でもこの状況でまた戻るっていうのは、まあ、本人にとってもなんかこう、まあ、やるせないというか、ちょっとこう、まあ、かっこ悪いって言うとあれですけど、ちょっとこうね、行くっていう感じで発言しちゃってると思うんでね、まあ、実際どうか分かんないよ。でもやっぱりそういった形だったと思うんで、まあ、リバプールと、まあ、欲しいポジションっていうのと自分のポジションっていうのがうまく噛み合ってたし、でリバプールっていうクラブの強さっていうことを考えた時に、まあ、行きたいなっていう気持ち、特にプレミアリーグだで具体的なオファーくれた、あ、じゃあユナイテッドの方はどうだろうって考えたら、まあ、いつまでたってもジタバタしてるとってなったら、やっぱり、まあ、リバプールの方に行っちゃったのかなっていうのは、まあ冷静に考えると、まあ、致し方ないのかなっていうのはあります。はい。ただリバプールのことを考えると、本当にね、彼を取ったことっていうのは非常に大きいと思うし、大きな戦力になると思います。ただリバプールに関しては、まあ、中盤の選手を取りたかったりとか、右サイドバックもう一枚欲しいなとか、まあ、結構他のポジションにもね、やっぱお金が必要なんですよ。特にまあガクポに対して、まあ、80億近くのお金を使ったよと。でエンソフェルナンデスも狙ってますよ、ベリンガムも狙ってますよ、で右サイドバックも誰かね取りたいよっていうような状況になったら、お金大丈夫なのと。でフェンウェイスポーツグループももう売却すること決めてるじゃないですか、リバプールをね。ってなった時に、そのお金の予算的なもの、もともとクロップも、まあ、お金が、ないような発言を、まあ、ニュアンス的なね発言をもうすでにしてて、まあ、シティだったりニューカッスルだったりとかね、まあ、チェルシーだったりとかとは違うよと、うちはというふうな発言をしてたからこそ、まあ、ガクポを、ね、まあ、取りたかった、欲しかったっていうのは分かるし、必要なポジションだったのは分かるんだけれども、彼を取ったことで、例えばベリンガムだったりとか、まあ、エンス・フェルナンデスとか、まあ、彼らをもし取りに行こうってなった時にお金が余ってるのかと、まあ、もちろんあると思うよ、あるとは思うんだけど、でもやっぱり他の強豪クラブも当然狙ってくるってなると、どん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 お金は上がっていくと。まあ、交渉術とかはね絶対うまいんで、リバプール、その辺はね、まあ、素早くポンポンってこうまとめてしまえる可能性は秘めてるチームなんで、まあ、そこがすごいチームなんだけれども、でも本当にこう急転直下で急に報道されて急に決まってるみたいな感じでこう流れてきてるんでね、まあ、ある程度分析してちゃんと相手のね、選手の取ろうとしてる選手の、まあ、プレースタイルだったりとかっていうのをいろいろこうね、判断した中で取りに行ってるとは思うんで、だから陰ながらこうユナイテッドが取るとかこういろんな報道がされている中でも、まあ、陰ながらちゃんと、ガクポのプレーだったりとか、まあ、どういう選手なのかとか、どういうメンタリティー持ってるのかとか、私生活はどうだとか、まあ、いろんなところをこうちょっと調べてゴーサイン出してすぐまとめたっていう感じじゃないかなと思いますよ。はい。だからまあユナイテッドからすると、まあ、失ったというか、またライバルに取られたみたいな、まあ、感じになったと思うんですけれども、まあ、確かにね、まあ、そういった印象になってしまってもおかしくないかなと思います。実際ユナイテッド遅いですから、交渉は。だからこそ、もともとリバプールにおったマイケル・エドワーズとか、まあ、彼らはやっぱり雇わないとダメだなっていうのは今回改めて分かったわけじゃないですか、ね。まあ、彼一人が来たとてフロントがちゃんとしないとダメなんですよ。でもやっぱりそういう交渉の場でね、しっかりとその能力を発揮できる人材はやっぱりユナイテッド必要なんでね。もちろんまあマータフとかね、まあ、フレッチャーもまあよくやってくれてると思うんだけれども、まあ、彼らもね、まあ、フレッチャーはまだ経験的にも浅いし、ね、マータフもそこまで顔が利くタイプではないじゃないですか。ってなったらね、まあ、エドワーズとか連れてくることも必要なんじゃないかなっていうのがこう改めてね、まあ、分かった瞬間だと思います。で、まあ、ここからユナイテッド方面からのお話になるんですけれども、まあ、今回ガクポをまあ取れなかったと、まあ、リバプールに取られたっていう風なまあ報道になると思います。で、僕の意見なんですけど、確かに取られたっていう風になってもおかしくないと思うし、まあ、テンハグも絶対リストには載せてたと思います。で、あれだけ交渉って言われてたんで、まあ取りに行くこともね、
当然前提で考えていたと思うんだけど、最近エリック・テンハグってラッシュフォードのことめちゃめちゃ擁護してるじゃないですか。彼のこと相当評価してるでしょ。でラッシュフォード自身もまだセンターフォワードで使われたらまだちょっとね良くないけれども、左で使われてる時はやっぱりね、今までここ数シーズンに比べると断然良くなってきてるんですよ、ちょっとずつですけどね。でもテンハグは絶対そこを直そうとするし、指導しようとすると思うし、そこが直ってなおかつ今のラッシュフォードの、能力っていうのがちゃんと備わってくれば、より完成された選手になるであろうと。だからこそ信頼を与えてるし、まあ、できるだけ退団してほしくないと。ただもちろんラッシュフォードの契約っていうのは、まあ、残り半年プラスまあ契約延長の1年間みたいなものを使うって言われてるんだけど、まあ、比較的短いと。なのでラッシュフォード自身がもし退団するみたいな方向に行くんだったら、当然ユナイテッドはさらにねそのポジションに人をっていうことだったと思うんだけど、ラッシュフォードをもう軸として考えるっていうことを考えたんだったら、確かにガクポは左なんでラッシュフォードをこれから左って使うっていうことを考えると、ガルナチョも出てきてるしってなると、確かに2枚いるんですよ。だからガクポの獲得に関してはちょっと足踏みしてたところもあるのかなと。だからフロントが動くのももちろん遅いのは遅いんだけど、テンハグとしても欲しいけども2枚いるしなっていう風な考えも持ってたんじゃないかなと。それこそやっぱりガルナチョって今どんどん評価も上がってきてるし、でラッシュフォードはどんどん治るしっていうことを考えていたのだったとしたら、やっぱり左はもう十分だっていう風に考えて、まあ、ガクポのことに関して、まあ、最終的にはね、まあ、取り逃がしたっていう風な報道になるかもしれないけども、意外とテンハグももう別にそんな気にしてないのかなって思ったりはしますけどね。まあ、一部報道では、まあ、交渉が本当遅いからっていうところで、まあ、激怒してるんじゃないかっていう風なね、まあ、報道も出てるんですけど、でも実際報道されることって何が本当で何が違うかなんて分かんないじゃないですか。でも我々サポーターって一つ一つのそのニュースとかを取り上げて、自分なりに解釈してね、楽しんでいくじゃないですか。だから今回のリバプールへの移籍だって多分ほとんどの人が想像してなかったし、僕も想像してなかったし、本当驚いた方本当多いと思うんですよ。でこの前の会見とかでも、まあ、記者会見でね、ユナイテッドのそのテンハグに対し、監督のテンハグに対して、まあ、記者のからの、まあ、質問で、あのガクポのこと聞かれてちょっとニヤッと笑ってるみたいな映像あったじゃないですか。だからあのね、笑みっていうのは何を意味してるかなんて分かんなかったじゃないですか、あの時って。多分ほとんどの方がガクポのこと聞かれて、まあ取るっていうこと言いたいけど言えないからみたいな感じで笑ったんじゃないかなって思ったと思うんですよ、多分ほとんどの方が、特にユナイテッドのサポーターの方々はね。でも今考えるとね、いや取ろうとしてないけどっていう風な感じで笑ったかもしれないじゃないですか。でもしくは、いや全然違うタレント狙ってますけどみたいな感じで笑ったかもしれないじゃないですか。もちろんあれはなんで笑ったのかって言われたらね、当然僕は答えられないし、テンハグ本人に聞かないと、まあ、分からないことなんだけれども、まあ、どういった解釈で捉えられてもおかしくないじゃないですか。実際テンハグはこういった発言もしてて、我々はストライカーを失ったのでストライカーを入れる必要があると、まあ、チームに追加するだけではなくチームに質をもたらす適切な人物でなければならないというふうな発言をしてますと。でじゃあその質を提供するのってどんな選手なんだってなったら、ねまあ、今までのユナイテッドって当然お金があるんで高い選手取ってきて、まあ、質を高めようとしてきたけれども、その人材を見極める目っていうのがなかったんでうまくいかなかった。監督を選ぶところもそうだし、選手を取るところも、まあ、うまくいかなくて、いつもこう取る選手がバラバラで個性もバラバラでまとまりもあんまりないようなチームになってしまったと。でもエリック・テンハグはそういったところにもやっぱ警告を鳴らしてるし、自分が選んで取ってきた選手は本当にうまく使いこなしてますよね。確かにマラシアはまだね、まあ、これからっていうところはあるかもしれないけれども、でも彼の年齢のこと考えたら全然ね大丈夫じゃないですか、ね、これから成長していってくれる可能性だってまだあるし、まあ、ルーク・ショーっていうね、まあ、お手本の選手も身近にいるわけですから、まあ、彼からね、まあ、いろんなものを吸収してもらったらっていうのもあると思うし、なので彼がこういった発言をしているっていうことは、やっぱりセンターフォワードに、まあ、とてつもない質を持った人を、まあ、取りたいっていう意思をもうフロントと、まあ、補強の部門の人間にもう伝えてるのではないかなと。だからそれが取れるんだったら
もう学法を取る必要ないよっていう風な発言をしているかもしれないんですよね。で、その中でじゃあタレを取るかっていう話になるんだけれども、まあいろいろ噂上がってまして、まあエンバペだったりジョアン・フェリックス、ブラホビッチだったりオシムヘンだったり、まあちょっと前にはベンゼマも、まあ噂上がったりしましたけれども、現状、対談の意思をほぼ示しているのはジョアン・フェリックスのみなんですね。もちろん彼に関しては能力が高いし素晴らしい選手だと思いますよ。で、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々の中にもジョアン・フェリックス取ってほしい、もともとね、アトレティコに行く前、ベンフカ時代はユナイテッドも狙ってたっていうタレントですから、まあ、欲しいって思う人もね、いないっていうことはないと思います。欲しいって思う人もいると思います。ただ僕の意見としてね、僕の意見ですよ、あくまで個人的な意見ですけれども、これから目指すマンチェスターユナイテッドの中にジョアン・フェリックスっていうタレントがいたら確かに素晴らしい。彼をうまく使いこなせる監督もいるし、まあ、より近い距離にブルーノだったりとかエリクセンだったりとか、そういうね協力の高い選手もたくさん今揃ってきてるんで、彼が入ってきたら来たらで本当に素晴らしいサッカーを展開していく可能性はあります。ただ個人的になんですけれども、やっぱりマンチェスターシティもそうだし、まあ、リバプールもそうだしチェルシーとかもそうだけれども、やっぱり軸となるセンターフォワード、特にやっぱり高さっていう部分でもしっかりとこう力を持ってて、なおかつポストとかもしっかりとできてクリエイトもできた中にフィニッシュも持ってるみたいな、まあ、いわゆるケインだったりハーランドだったりとかね、やっぱりこういったタレントがいないと結構きついんじゃないかなと。もともとやっぱテンハグもアヤックス時代に、まあ、デュシャン・タディッチをねセンターフォワードほぼゼロトップのような形で、まあ、使ったりして、まあ、オランダリーグを席巻しましたし、チャンピオンズリーグの方でも素晴らしい結果を出しましたよと。ただプレミアリーグはまた違うじゃないですか。ジョアン・フェリックスを取ったとしたら同じような形でゼロトップ起用とか、もしかしたら左右で使ったりとかすることもあると思いますよ。もしくはまあ2トップでやったりとかトップ下で使ったりとかっていうこともあるのかもしれないけれども、やっぱりその間で受けたりとか、そのフィニッシュの質とか、まあ、アシストの数とか、まあ、キックのところとか、まあ、素晴らしいものはたくさん持ってるんです、ジョアン・フェリックスも。それはもう認めてますし、能力の高い選手だっていうことはもう疑いのない事実なんだけど、でもやっぱり僕の中ではやっぱりセンターフォワードに入る人材っていうのはよりこう何でもできるタイプというか、本当にもう先ほど言った候補の中で言ったらやっぱりベンゼマとか、まあ、能力が上がっているようなオシムヘンとか、まあ、ブラホビッチもまあそこに近づいてきているしっていう感じなんで、まあ、こういったタレントの方がまだいいんじゃないかなっていうのは個人的に思うところではあるんですよね。もちろんね、ジョアン・フェリックスも取ってベンゼマも取ってとか、オシムヘンも取ってみたいなことしてくれたらそれはそれで嬉しいよ。できることも増えるし、ね。でもエリク・テンハグが言ってるじゃないですか。チームに追加するだけでなく、チームに質をもたらす適切な人物でなければならないと。ね、ってことはテンハグの中で多分こだわりは絶対にあって、こういうものが欲しい、こういう能力を持ってる選手が欲しいと。特にまあよく言われてるのは、まあ技術力だったりとか、まあ、視野の広さだったりとか、まあ、吸収力、いわゆる吸収力っていうのは、まあ、自分のその戦術だったりとかをまあ理解してくれる速さとかね、まあ、そういったところだと思うんだけど、やっぱこの辺の質っていうのはやっぱ求めてくると思うんで、だからこそ、まあ、ベンゼマとかが来たらもう完成されたセンターフォワードなんで、まあ、遜色なくやってくれるでしょうし、まあ、ラッシュフォードとか、まあ、アントニーとか、まあ、こういったタレントをうまく使ってくれる可能性は高まると。でブラホビッチとかも当然ね能力どんどん上げてきてるし、オシムヘンも駆け引きめっちゃうまなってるんで、まあ、彼らを取ることも当然考えられると。で、まあ、他の候補でいくと、まあ、ちょっと前にもねお話ししたんですけど、まあ、エンバペなんですけど、エンバペに関しては、まああのまあ、前の話したこととまあほぼ同じになっちゃうんだけど、まあ、基本的にパリを退団する可能性って、まあ、あまり高くないっぽいんですよね。やっぱりこう年俸の部分もそうだし、契約のところもそうだし、結構こう大きい契約、ビッグ契約してるんで、彼を獲得するとなると当然やっぱりユナイテッドもそうだし、他のクラブ取ろうとしてるクラブもそうだけど、まあ、相当なる金額がかかると。ただ先ほど言ったテンハグが言ってるような、まあ、チームに質をもたらす適切な人物でなければならないっていうこの部分は、まあ、間違いなく世界でも本当にもうトップ3には入るぐらいの、まあ、人材なんで、これはもう本当にそのままなんですよ。テンハグ欲しいだろうなっていうね。ただやっぱりお金の部分はシビアに考えないとダメなんでね。だからまあエンバペを取ったとしたら、
まあ、パリでもねセンターフォワードであっても、まあ、確かにそんなジルーとかケインとかみたいにねそのポストができるとか高さがあるっていうわけじゃないんだけど、左右に流れてからの質の高さとかね、まあ、そういったものはもう特別なものを持ってるわけですから間違いなく今世界トップですからね。なので彼を取れたらそれはそれで大きいし、ユナイテッドの新たなアイコンになることは間違いないですよ。もう間違いない。普通にだってエンバペが真ん中によって横にブルーノとかアントニーとかカゼミロとかね追って広告バーンって出たらかっこいいでしょ。絶対かっこいいし、みんなユナイテッド見たいってなるじゃないですか、ね、なので確かにエンバペを取ったらすごいことになるよ。本当にすごいことになるし、もう僕としてもマジかっていう、なんだったらもうガクポよりすごいぞっていう、ね、もうえぐい人来たなっていうことにはなるんだけど、でもやっぱり現実的なところを見るとほんまに簡単なことじゃないんで、エンバペの契約なんだったらガクポよりむずいと思うんでまとめるの。なのでまあ本当にどうなるかわからないよ。だって今回だってね、ガクポと契約するする言っててリバプールにほぼ持ってかれたみたいなような状況にね、まあ、世間的にはなったりしてるわけなので、同じようにユナイテッドも急にエンバペと契約まとめるみたいなことをするかもしれないよ。するかもしれないけれども、まあ、現状ちょっと難しいんじゃないかなと。ただ間違いなく一つ言えるのは、取らないっていう選択肢は一番ダメ。特に今のユナイテッドの状況を見ると、まあ、マルシャルとかをワントップで使ったりすることがね今の状況だと軸となってるんだけど、まあ、マルシャルも毛が多いし、まあ、テンハグもそこ気にして使ってるじゃないですか。でラッシュフォードとかを真ん中で持ってきたりとかすることも全然ありえるんだけれども、やっぱり先ほど言った通りラッシュフォードはやっぱり真ん中よりもまだ左の方が、いいんで、真ん中で使ったりとかするとできる仕事が一気に減るんでね。でそうなった時にじゃあ左は誰使うんだってなったら、今はガルナチョ使われてね、まあ、彼もどんどん伸びてくるっていうところだけど、彼に対して今そこまでプレッシャー与えるべきじゃないじゃないですか。大事に大事に育てていずれはそのポジションで確立してくれよっていうタレントじゃないですかね。ってことを考えたらやっぱりセンターフォワードで、ね、ちゃんとこう仕事できるタイプってことを考えると、まあ、取れる人材の中でベストな人をやっぱ連れてこないとダメだから、エリック・テンハグが言ってるように人を増やすだけではダメだと。もちろんね、ベンチ層の厚さっていうのは大事なんだけど、やっぱ人の質、そのプレイヤーの質っていうのを多分テンハグは相当求めてる。特にやっぱりアヤックス時代とユナイテッドでは当然資金力っていうところに大きな差があるんで、ね、そこでやっぱりユナイテッドだからこそできるような、まあ、大型補強みたいなものを多分テンハグは求めてるんじゃないかなと。なので、まあ、ロマーノ氏、ファブリチオ・ロマーノ氏もね、まあ、テンハグのことをちょっとこう心配するというか、ね、こうジャーナリストに心配されててどうすんねんっていう話なんだけど、ね、エリック・テンハグに必要なものを、まあ、本当に与えてほしいと、ユナイテッドが、まあ、これからね、進めていくプロジェクトは本当に重要だし、まあ、テンハグにとって、まあ、今回の、まあ、冬もしくは夏に、まあ、取ってくる、まあ、センターフォワードだったり、まあ、他のポジションもそうだけど、まあ、取ることがユナイテッドのね、まあ、これからのことにつながるよっていう、まあ、いうふうな、まあ、ニュアンスの発言をしているわけですからね。うん、っていうことを考えるとやっぱりね、取らないっていう選択肢はないと思うんで、必ず誰かは取ってほしいなと。だから僕は、まあ、結論言いますけどね、確かに驚きました。ガクポがリバプールに行ったっていうことは本当に驚いたし、まさかと本当に驚くことばかりだったんだけれども、取れなかったっていう残念な気持ちを払拭するぐらいの、選手を、まあ、ユナイテッドが取るべきだと思うし、まあ、取らないっていう選択肢を取ったらよりね、テンハグの激怒を買うことになるし、まあ、サポーターからの、まあ、激怒を買うことにフロントはなってしまうわけなんで、選手取られて誰も取らんのかいっていうことになるのは絶対ダメですからね。だそこはもうこれからユナイテッドのフロント陣がどう動くか、まあ、そこにかかってるんじゃないかなと。もうそれこそもうね、まあ、中盤にはもう人材十分いるんで、まあ、フレンキー取る動向みたいな話もあるけれどもね、でもやっぱりセンターフォワードに関しては本当に人が必要なんでね、もうベンゼマ取ってきましたよとか、もうケイン取ってきましたよみたいなことを、まあ、やってくれたらもうすごいですけどね、うん、はい。まあでもちょっとショックではありましたよね、取れなかったっていうことがね、うん、まあユナイテッドのサポーターの方々もやっぱりね、ショック大きかった方も多いんじゃないかなと。僕もやっぱ来るっていうことをほぼ想定してたんで、
まあ、ショックはある程度大きかったですよ。大きかったけれども、まあでも、リバプールの状況とか見たりね、まあ、ユナイテッドの今のフロントの状況とか、まあ、いろんなこと見たら、まあこうなってもまあしゃあないかっていうふうに、まあ結構すぐ切り替えられたんで、まあ今はなんとか落ち着いてますよ。ね、まあ人によってね、そこのこう感情の起伏っていうのは違うでしょうけどね。うん。あとね、ちょっと前の話に戻るんだけど、まあ、ワールドカップのタイミングなのかな、これは。ファンダイクがね、ガクポのその移籍のことに関して、ちょっとまあ話はしてたんですけど、まあ、冬なのか夏なのか、まあ、それとも来年の夏なのか、時間が経てば分かることだけど、実現できるような気がするみたいな、まあ、移籍のことをね、まあ、発言してまして、この実現できるような気がするっていうのが、なんかこう当事者のような感じの言い回しなんですよね。まあ、この翻訳の仕方によるのかもしれないけれども、でもなんか実現できるって言ったらなんか自分のクラブみたいな、自分が今プレーしているクラブみたいな言い方に感じません？なんか僕はそう捉えたんですよね。なんかまあ移籍するだろうねみたいなことだったら、まあリバプールかもしれないし別のクラブかもしれないじゃないですか。でも実現できるようなみたいなってなんか。誘ってるよ僕がみたいな、でうちのクラブに来るよみたいな言い方なように感じるんですよね。だからファンダイクはまあ当然話し合ってたでしょうからね、絶対ガクポもファンダイクに話してたと思うけれども、もしかしたらもう裏ではね、もうユナイテッドどうこう言ってたけどね、メディアなんかどうこう言ってるけども、俺もリバプールと契約するんだけどみたいなこと思ってたかもしれないですね、ガクポはね、うん、まあ結論はね、こうなってしまったっていうことですから、結果はね、もう今更もう変えることできないですから、もう切り替えていきましょう。もうユナイテッドのサポーターはもう切り替えていくしかない。もう僕もそうですけれども、切り替えて、もう本当に人の質、もう天白が求めている、まあ何度も言いますけれども、人を追加するだけじゃない適切な質っていうのをちゃんと取ってくること、でそれが天白への信頼を示すことにもなるし、サポーターへの信頼を示すことになる。だこれができないならもうダメよ、ユナイテッド、本当にフロント陣どれだけ優秀な監督連れてきても人取れなかったら意味ないからね。で、リバプールからすると、まあ、本当に必要な人材を取ってきたし、本当に今現状左ね、人がいなくなったっていうこともあったりするんで、間違いなく、すぐ使ってくると思うけれども、当然やっぱりリバプールとしてもね、ルイス・ディアスがいないとかカルバーリオしかいないっていう状況だと思うけれども、まあ、ガクポのことを考えるとね、いきなりプレミアリーグに来ていきなりフィットするっていうのはそう簡単ではないから、まあ、ルイス・ディアスがね即フィットしちゃったから同じようなことを求めるかもしれないけれども、まあ、多少ね、まあ、慣れてなかったりとかちょっとパフォーマンスが落ちたりとかしてても、ちょっと時間与えてあげてほしいなと。まあ、今もねニュネスがまあ、フィットしそうだったりフィットしなかったりみたいな状況でずっとこうね、こうグラグラしてる感じだけども、でもね、リバプールってそういったことにも慣れっこでしょ。だってファビーニョとかも大事に育てて完成させてたじゃないですか、選手として。じゃあそういう育てることもうまいチームですからね、まあ、クロップもちゃんと時間与えるし。だから僕は、まあ、ガクポもそうだし、ね、まあ、ニュネスもそうだけれどもね、今どうこう結果どうこうとかでちょっとこう、まあ、言われたりすることもあるかもしれないけれども、まあ、リバプールのサポーターの方々が一番分かってると思いますよ。ちゃんと時間与えて我々は信用してると、我々がこう信用しているフロント陣が取ってきた選手たちだから信用してちゃんと時間与えて、今ねちょっとこう彼らに対してどうこう言ってる人をまあ見返すような、まあ、活躍をいずれしてくれるよっていう風にまあ捉えてると思うしね、リバプールのサポーターの方々はね。僕もそんなね、ニネスとかのパフォーマンス見てて別に特別悪いとは思わないし、まあ、まずは慣れるっていうこととね、まあ環境もそうだし、まあ、リバプールのスタイルとか、まあ、チームスタイルっていうところに今慣れていくのも時間かかるからね、うん、僕も全然そんなね、ニネスに対してどうこう思ったりも全然しないしね、うん、という感じです。はい、まあね、いろいろ感じたこと、思ったこと皆さんそれぞれあると思いますが、私の意見としてはこんな感じでございます。はい、まあね、別の選手がまた獲得しそうだとか、まあね、いろんな噂が出始めてきたらまたユナイテッドの話もしますし、まあ、リバプールがねこの上さらに人を取ろうとしていることに多分変わりはないと思うけども、まあ決まったら決まったでね、またラジオの方も投稿させてもらうんで、また聞きに来ていただけたらなと思います。
はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。